はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸6をお送りします。で、このタイトルね、丸6までやってきましたが、次回の丸7でタイトル終了、この等差数列が終了で、その次変わっていくんですけど、で、今回は3問問題集ね、やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上2つがセットなんですけど、上が1から200までの整数。そこの話ね。下はね、30から100なんですけど。で、その整数の中で、次のような数の和を求めようっていう問題。で、1番が4の倍数。2番が4で割り切れない数となっております。で、この4の倍数、つまり、まあ、C1 が C2 が8っていうのが4の倍数だよね。だからつまり、4、8、12、16、バーンみたいな。それが4の倍数なんですけど、それの和を求めたいの。で、実際こう書いていくとさ、4、8、12、点点点ってやっていけば、あ、初項4じゃんとか、交差、4ずつ増えるからね、交差も4じゃんとかわかるし、で、末項も出すことができる。ので、まあそうやって条件を揃えて和の公式で解けば OK なんです。ただし、ずっと言ってきてるように、等差数列でしょ今。等差数列の和の公式。絶対必要なのは初項と項数なんだよね。で、その項数がちょっとポイントになります、今回。で、どう解いていくかっていうと、ちょっとこれ消しちゃうか。まあ今ね、4から始まるってすぐ分かってるんですけど、個人的には、特にこっちの問題とかでも対応できるように、4の倍数、最初は 4×1 から始まるよね。で、次が 4×2 じゃないですか。こうやってまあ数字が増えていくと。で、4× どこが末項かなって考えます。つまりどこまで OK なのか。今200で止まるからさ。で、実際、200ぴったりになるんだよね。4×50 すれば。これ200だからね。だからここまで OK なんです。つまり、こっから何がわかるかっていうと、まあ、さっきも書きましたけど、初項は C1 が C だから4なんです。で、ちょっと今回で末項もいきます。公式簡単なんでね。末項は、ここ 4×50 まで使っていいんで、200が末項になります。で、ポイントが、項数ね。で、今ですね、まあ、C1 が C から、まあ、4×50 までやってる。つまり、1から50まで上がってったので、いやいやいや、項数50個に決まってるじゃないですか。って言って、確かに50なんです、これ。え、何がポイントなのみたいなね、感じがするんですけど、これ、下の問題で、まあ、使いたいので、ぜひ覚えてほしいのが、今さ、4×1 から4×50 までいったでしょ。1から50までいくつの数字がありますかって。これ計算するとき、この数引くこの数プラス1っていうのを覚えてほしいんです。もう一回言うよ。この数引くこの数プラス1です。これはですね、1からスタートしてれば、まあ人はね、無意識にもうわかる。あ、50まであるから50個あるじゃんみたいな。けれど、もしだよ。まあ、下で出てくるけど、4×7 から、4×50 まで、だとしたら、はい、ここ、何個数が入ってるでしょうかって言われると、ちょっと、うんって止まるんだよね。で、やりがちなのが、え、ここ50でしょ ?7 でしょ、あ、じゃ50引く7で43個じゃねみたいな。これ、×ですね。44個になります。プラス1しなきゃいけないんで。で、これ何が起こってるかっていうと、これ小学校の時、もう小学校低学年で勉強する何番目の勉強に近いんですけど、例えばこれ人だと思ってください。人がずらーって並んでて、この人7番目の人です。で、もういっぱいいるの人が。で、この人50番目の人です。こっからここまで何人いますかって問題を出すときに、50から7を引いてしまうと、今ここに6人いるんだよ。まあ7番目だからね。ここに数を言いたいのに、50からもし7を引いてしまったら、この人も引いてるんだよね。だから、よく言うのは、50から7を引いて、この人の分引いちゃってるから、最後に1人足そうね、みたいな。
で、さっきの公式にも、公式じゃねえか、に戻る。この数からこの数を引いて1を足すんです。中に入ってる数、個数っていうのはね。で、なんでこんな力説してるか、特に分かってる子にとってはさ、いや、分かりますけど、みたいな話なんですけど、高校生指導していく中で、結構陥ります、このミス。で、下がね、全部できてるからこそもったいないんだよね、ここで落とすと。そう。だからね、ぜひ覚えておいてください。で、話を戻すと、初項、末項、項数。ね、全部揃いましたんで、じゃあ SN。和は、2分の1かける項数だから、50。で、括弧、初項プラス末項、4プラス、200と、なって、どっちからいこうかな。まあ、こうやってもいいけど、204だから、それを2で割って、102かける50のが楽かな。ちょっと5にしちゃって、最後0出しますね。5、2、10、5、1が5。こうか。5100で合ってるかな。ということで、和は5100でしたと。まあ、こういう感じで、使うのは同じだからね。公式なんで。で、次が4で割り切れない数です。で、これは言い換えると、4の倍数でない数だよね。4で割り切れない。逆に4で割り切れるっていうのは、4の倍数と同じ意味です。ね、4で割り切れる。4で割れるからね。ってことは、4で割り切れないっていうことは、4の倍数でない数。つまり、1から200の数の中には、グループ分けをしたとき、4の倍数の数か、4の倍数じゃない数しかいないんです。絶対に。ってことはさ、1から200を全部足して、4の倍数の和を出してるからも、こいつを引いてあげれば、4の倍数じゃない数、つまり4で割り切れない数出てくるんだよね。なので、まず1から200まで、これ全部足したやつを求めようってことをやります。で、1から200、まあこれ普通に足していくだけなんで、なんだ、自然数のね、和の公式を使ってももちろん構わないんですけど、ちょっと合わせたいんでこっちでやっていきますね、一回。で、初項そのまま1ね。で、末項も分かってて、200。で、もちろん、項数も1から200なんで、まあ、1から始まってるからね、200個あるじゃんって分かるんですけど、200-1、プラス1して、200になると。で、これで、公式でね、和を求めると、こっちと攻めるか。ですね、ちょっとちっちゃめでごめんね。2分の1かける、項数、かける、あ、順番間違えちゃったごめん。初項プラス末項ですね。で、こうなる。まあ、2分の1、n、括弧 n プラス1。自然数のね、和の公式やりましたんで、あれ使っても同じになります。で、ここが201で、ここ約分して100になるから、2万飛んで100になるのかな。で、さっきも言ったように、これが1から200、全部足したやつ。そっから4の倍数、つまり4で割り切れる数が5100なので、こいつを引いてあげればいい。だから、2万飛んで100マイナス5100をするので、答えが1万5000となって、これで終了となります。で、まあ、今回は説明上分かりやすいかなと思って並べました。こうやって4の倍数出した後に割り切れないっていう流れね。で、まあ、学校もテストとかで来ると、突然4で割り切れないとか、まあ、3で割り切れないって数が出てくるので、その時は割り切れる数、つまり3の倍数とか4の倍数を求めてから全体の和を求めて引くっていう流れで解くようにしてみてください。ちょっとこれはね、うまく流れができてるように作っちゃいましたけど。で、問題が下です。こっちのが難しい、圧倒的に。で、今回は、まず30からね、この1からスタートしてない時点でちょっと引っ掛けが入ってて、で、100までの自然数のうち、4または6の倍数の数の和を求めようです。ね、上みたいに4の倍数だけだったら簡単なんですけど、2つもっと、2つね、まあ、含めてるやつ。で、結局これはですね、3つやんなきゃいけなくって、まあ、ひとまずやっていきましょうか。で、まず、4または6の倍数。つまり4でもいいし、6でもいいよってこと。6の倍数でもいいよっていう。でね。じゃ、まず4の倍数からいきましょうか。ここ。で、これは上と同じように求めます。初項がいくつでって。で、これ、4×1 から始めたくなるんですけど、4×1 だと C1 が C なんで入ってないんだよね。30スタートに。
ってことは、30に入るように持っていかなきゃいけないんで、四波32からだね。そっからやっと入るから、四波からスタートします。で、こっからどこまで行くかを考えて、4×。で、100ストップなんだけど、要は、25をかければ、ぴったり100になるんだよね。つまり、あ、これ書かなくていいな。ここまでが範囲になると。で、上と同じように、初項。ごめんね。初項はこれ。四波32だから、これが初項。で、末項は 4×25 の100が末項。で、項数がさっきのポイントで、こっからこれ引いてプラス1っていうね。で、引くと17。で、1足すから、18って、ここね、気をつけてやってみてください。で、まず、この4の倍数になるやつだけ和を求めます。ちょっと SN 飛ばしていいですか？ごめんね。2分の 1×N、項数、括弧、初項プラス、末項でございます。で、132×9 やると早いかな？これ、これ暗算できる自信がない。132×9 なんで、ちょっと見えてないと思うけどね。9に18、9の27、1188ですかね。はい、これがまず4の倍数になるやつだ。で、次に6いきます。で、6も同じように考えていって、まず30に入るのは、6530です。この書き方気にしないんでね、俺ちょっと高校の時からこうやって書いてるんで、癖で書いちゃうんですけど。で、次100です。で、100ぴったりはいかないので、100の手前で止まるところ。これが、6×16 かな。そうすると、96だよね。で、次行くと102に超えるから、ここまで。で、ストップ。つまり、初項はこの6530。で、末項がこの 6×16 だから96。で、項数だね。が、16から5を引いて1足すから12と。こうなります。で、同じく公式ね、使ってやっていくと、2分の 1N で初項プラス末項と。で、126×6 か。756かな？ここまで合ってるかな？ほい。で、こっからなんです。はい。こっからなんですよね。で、今問題が4または6の倍数って言われてるから、じゃあ4の倍数出して、6の倍数足して、出して、足せば OK じゃんみたいな感じでいきたくなるんですけど、この後ね、もう一個やるんですよ。何やるかって、12やるんです。12。で、これはなぜかっていうと、今、30から100っていう、まあ、そのね、自然数の集合とかあるじゃないですか。で、その中にもちろん、4の倍数に入ってるグループがいます。例えば4とか。4じゃないか。32、36、40とかのグループがここに入ってくる。で、もう一個6に入ってるグループもあるんでね、もちろん。あるんですけど、こういう状態になります。ちょっと丸の大きさはね、気にしないでください。で、6のグループには、そこから6530、次36、42、48って始まりますけど、で、何が起こるかっていうと、これ、4でも、4の倍数でもあるし、6の倍数でもある、このゾーンのやつが出てくるんだよね。こいつ。で、例えば36とかそうだね。48もそうか。まだいっぱいあるけどね。いっぱいあるけど、36って縮36で入ってるし、こっち6636で入ってくるでしょ。ってことは、ここに入ってる奴らっていうのは、2回足されちゃってんの。こっちでも入ってるし、こっちでも入ってる。で、2回重複してしまってるので、1回分引かなきゃいけない。そうしないと正しい和が出てこないからね。じゃあ、ここの奴らって何の倍数なのかって言われたら、この4と6の最小公倍数です。最小公倍数。これは、4の段と6の段を計算してって、最初に出てくる同じ答えです。四三十二、六に十二の十二ね、今。これ結構やらかすのが、この数字とこの数字かければいいんでしょって言って、四六二十四ってやっちゃうパターン。そうじゃなくて。最小公倍数を出す。
だから12を今から求めます。12の倍数のグループね。で、そこ1回分引けば答えに導けるという流れになります。なので、まあ、12もね、同じようにやっていくと、ちょっと数がでかいですけどね、 12×3 かな、が36だもんね。ここスタートで、次 12×8 かなにすると96だもんね、止まるね。で、また同じように初個はここの、36で、末個がここが96で、個数がまあ少ないね、やっぱ数がでかいから、もともとこっからここ引いて5で1足すから6ですね。で、公式使って求めていくと、2分の1、個数で、初項プラス、末項となります。で、ここ足すと、132か。で、かける、約分してからの3ですよね。だから、3、2が6、3、3が9、396かな。ほい、となり、これをして、となりました。なので、最終的に求めたいのは、ちょっとこれ消そうか。さっきも言ったように、これとこれを足します。4の倍数と6の倍数。で、1回足しすぎちゃってるこいつを引いてください。1188プラス756マイナス396ですね。入ってるよね。OKOK。で、ここがちょっと6揃ってるんで、キリがいいから、暗算いく ?360 かな。見せたくない。360やね。で、360を1188に足すから、84、大丈夫か俺、41548かな。あ、さっきと同じだから多分大丈夫かな、といった感じの解き方になります。あの、このね、上のタイプももちろんそうなんですけど、もう下のタイプもよく出てくる。定期テストとか模試とかでもそうですけど、まあ、よくね、出てくるタイプの問題ですので、ね、こんな感じで、ぜひね、解いてみてください。では、今回は、高校数学数 B の等差数列とその和丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、このタイトル、丸7終了です。で、最後も問題演習を2問か、ね、やろうと思ってますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。